岡三オンライン証券。はい、えー、こんにちは、十一月の三十日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、今月最後の、買収なと、こういうところでございます。現時刻が、十三時二十二分というところですけど、ちょっと気持ち早めでございます。ええー、十四時半から。 今から1時間10分後でございますけれどもね、東京 MX テレビさんの東京マーケットワイド、スタジオからの出演というところで、この梅はちょっと早めに収録させていただいている次第でございますが、さて、本日の東京市長、株の方も為替の方もやはり月末ということで、調整感が非常に強いのかなというふうにして感じておりますけれども、先週末の時点での東京金融取引所、クリック株365。 え売買比率の方でございますけれどもね、ねかなり、えーまあ、調整を強めているという言い方にやはりなってしまうんでしょうかね、なぎ要素が非常にここですね強まっていると、まあ、上がることもなく下がることもなくというところで、えーまあ、現時点においてもドル円レートは1ドル104円割れていると、100歳の88銭水準なんですけれども、特段に逆張り志向が強まるという状況でもないようでございます。えー、そしてこ、えーまあ、こちらのところのとろ これがドル円のところでございますけども、あとは日経平均株価、えー、現時点が2万6500円をちょっと割れてます。ククリック株365 26,400が 26, 400 80円ぐらい、ととここううういうとこでしょうか、ね、14、15円ぐらいでしょうかね、今日はクリック株産ログディスカウントされているというとこなんですが、2万6500円にもう1回押し返すことができるのかどうか、そしてドル円レートの方も1ドル104円に押し返すことができるのかどうか、その辺が残り時間の課題なのかなとこういうふうにして睨んでおります。さて、で今日ですね、週明けということで、いろいろ材料を探したんですけども、特段に見つかりませんでしたが、こちらです。 加藤官房長官の記者会見を見るところによると、秋篠宮さまの長女、ま子さまの小室圭さんとの結婚に向けての、えー、まあ、思いを表明したことに対して認める意思をご表明なされたというところに関しての質問が出ていたとこういうところですね、えー、まあ、あまあ、非常に難しい問題だとは思いますけれども、いずれにしても何事も。 一歩一歩進んでいくというところでは、まあ、これ、非常にドライな言い方をすると、株個別株だとか、えー、我が国のファンタメンタルズにおいて、少しでもこう、なんていうんでしょうね、日本にちょっと元気が出るような、えー、喜び、記事が少しでも出てくればいいなというふうにしては思いましたけれども、さて、えー、本日の先ほど申し上げました、東京 m x l e ビ e さんの東京マーケットアイド、出演するにあたって、ちょっと資料をこんなような感じで考えておりました。 えーまあ、米国大統領がジョー・バイデンさんと、この多分テレビで使うこの資料使おうかなというふうにして持ってるんですけども、特に中国ですね、ここ最近でございますけれども、日本に中国の外務,省外務大臣も来日なされて、で尖閣諸島をめぐっては、武装漁民が、えー、襲ってくるというような言い方で、一体何しに、えー、来日なされたんだろうというぐらいの気持ちは、個人的にはちょっと持ってるんですが、一方で中国。 えまあ米国を中心とした対中包囲網で経済がというような懸念がある一方でこちらですねえ中国、総循環政策というのを今、取っていらっしゃいますえ外向き、そして内向きそれぞれのーえー中国共産党を中心とした政府でのまあ景気対策というんでしょうかね。こうしたもののがどの程度まで えーまあ、アジア東南アジアを中心として盛り返すことができるのかどうか、で一方でこうした、まあ、台湾を睨んでの尖閣諸島という形になりますと、円の極東地政学リスクも警戒すべきじゃないでしょうかというのはコメントを一応させていただこうかなというふうにして思ってるんですけども、じゃあ、特段にこれがなんか増幅しているのかというと、そういうわけでもないのが週明けの、えー、本日の東京市場でございます。さて、えー、でこれらを踏まえてでございますけれども、今回の売買シナリオ、こちらでご案内させていただきたいと思います。 はいえー、まずはドル円からでございますけれども、先週末において申し上げました、ポンド、バルニエ EU 首席交渉官がどんなことを EU 加盟国に言うのか、これによってポンド号大きく変わるんじゃないかというふうにして申し上げましたが、結果としては交渉継続の、まあ、姿勢をそのままですけれども、まあ、暗証懸念というのもあると、で一応、ポンド全面安になってますけれども、大きく売られたというような状況にはなっておりません。 ポンド売りのドル買いないしはポンド売りの円買いがドル円に反応したのかというと、そうでもなかったというのが実際のところでございますが、1ドル104円の前半の重みがあって、そして1ドル103円の後半、えー、70点80銭、えー、この竹部のイラストさせしてますけども、1 0円台の後半の,このグッと上昇しているところを少しずつ少しずつ埋め戻してはいるものの、一体どっちに手掛けたらいいのか、すごく。 気迷ってしままううといいのが本音でございますで今夜の経済指標を見るとですね特段にドルに対しての影響度が強いというのはちょっと見受けられません、えー、パウエル FRB 議長の議会証言だとかあ,あとはその時ですねベージュブックもありましたかね、えー、あとが週末雇用統計という形になるとちょっとなかなか手書きづらいのかなというところを考えいたしましたということでストレートに申し上げて様子見と、えー、ただし予想レンジは100歳の70銭から104位の20銭 えまあ4のちょうどを挟んで細かいクイックレスポンストレーディングをするならばというふうにして見てますけれども、ポイントはえやはりこのぐっと下がってきている価格対応、価格抵抗戦を押し上げていくことができるのかどうか、104円の前半を押し返していくほどの材料が出てくるのかどうかで、一方で1 0円の70銭、すごく値がたかったですけれども、この水準になるとやはり、買い欲などが出てくるのかどうかとこういうのがポイントというふうにして見てます。以前はですね円ととというななんとなく こう当局のと牽制というようなイメージが非常に強かったんですけどもここ最近は日経平均株価トピックスなども上昇しておりますので過度な円高懸念は持ってらっしゃらないのかなというぐらいのちょっと市場の声が聞こえるところでございますが先週のウィークリーレポートで書かせていただきましたが。 えー、11月20日に発表されました10月の消費物価指数、CPI、もうすさまじく悪かったと、でおそらく11月の消費物価指数もおそらく悪化するだろうというふうにして見込んでおりますので、えー、物価の低迷は当然、えー、通貨高と相まって、 デフレになりうるというふうにして見ているんですが、えー、そうしたところに対する通貨当局内市は政府日銀の見解というのはどうなるのか、まだちょっと出てきてませんけどもね、まあ、このようなところは12月の18日の日銀の金融政策決定会合に向けて強まってくるのかどうかちょっと注目しておりますが、いずれにしても、えー、今日はこの100歳の70点を加減としてみてとおいうようなエントリーで見ておりますけれども、えー、基本的な様子見と。 ちょっとすぐにエグジットが実際なのかなと、このままもしロングでワークできないような形になりますと、100歳の前半までずるずるずるっと下がってしまうというリスク、特段のミルクマールとなるようなポイントありませんので、ね、一応ご注意していただければというふうにして思います。 はいえー、そして東京金融と一緒、クリック株365でございますけれども、今が2万6478円が日経平均株価でございます。そして、えー、クリック株365の方が2万6457円とこういうところです。えー、今回、こちらのところもですねちょっとお、まあ、様子見でもいいんじゃないかなというふうにして見ているんですけども、マークさせていただきましたところでは、2万6478円。まあ 26, 2 6000この辺のところが非常に微妙なところでございますけども2万6400円から2万6600円ぐらいのところまで押し返していくことが650円ぐらいのところまで押し返していくことができるのかどうかというところで一応予想レンジは2万6400円から2万6 0 0 0円。 えー、650円とさせていただきましたが原則、こちらの方も様子見と、えーえー、60分足の石はボリンジャーバンドの中心線ちょっとこれ割れてきているというようなところでございますのでね、えー、基調が今2万6000円、この400円水準が維持できるのかどうかが大きなポイントという,ふうにして見込んでおります。えうーん ちょっとベンチャーエントリーしたいなというので衝動に駆られるんですけどもね、収書からちょっと米国市場がどういった形で動いてくるのかが非常に不安なところでございます。繰り返しになりますが、26,400円から26,650円の予想オレンジ。支援戦はまだ期待はしているものの、今日は非常に上値が重いというところで、特に気になりましたのが、全場備系の時点でございますけども。 利益確定の動きがですね凄まじくやはり強くて、ですね一応、続伸というような形でなってくるんだとは思いますけれども、き、まあ、今日今もうすでに前日比のところではマイナス162円になってますけれども、前場においての時点でも、 値上がり銘柄数が658で値下がりが1449もありましたのでかなり利益確定の売りの方に押されているのかなと一旦利益確定に動いて11月閉めようとしている向きの方が多いのかなでそんなイメージを感じました。でちょっとと上値追いという風にしてい たいところでございますけども欧米勢がどのような動きをしてくるのかそれを見てからでも明日十分間に合うんじゃないかなという風にして見ております、えー、今夜はちょっと冷静にでございますけども一旦様子見というところでのクリック株365でのストラテジーというところでございます はいえー、ということで今があ13時32分ということであと1時間半ぐらいあるところでございますちょっと上根が非常に重いところですね、まあ、この辺のところ意識してどの程度まで加減試しになってくるのかがポイントというふうにしてらんでおりますけれどもいずれにしても。 今週始まったばっかり、そして明日からはいよいよ12月相場でございます。師、え、走、ー、の調整、まあ、これ、期末だとか、決算だとか、税金だとか、いろんな動き出て,てまいりますので、ねえー、こうしたところのボラタイルの値、ね、動きも十分ご注意していただければ、そして師走でございますので、まあ、かなり寒くなってまいりました。えー、マーケットのリスク管理、ほかに健康管理の方も忘れないように、お取り組みいただければというふうにして思います。以上、11月の30日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。